パウル・アンゲラーは、オーストリア出身の指揮者、作曲家、ウィーン出身。5歳の頃からバイオリンとピアノを習う。ウィーン音楽院で、フリードリ・ヒライディンガーとアルフレート・ウールの各紙に、音楽理論を学び、ハンス・スワルフスキーに指揮法を指示した。1947年から、スイス・ロマンド管弦楽団や、チューリヒト・オンハーレ管弦楽団の団員となり、 1952年から1958年まで、ウィーン公共楽団の主席ビオラ奏者を務めた。一方で1956年から1963年まで、ウィーン室内還元楽団の主席指揮者、1960年から、ブルク劇場のカッペルマイスターを務めた。1964年から1982年まで、ボンとウルムの歌劇場の指揮者となったが、 1967年から1972年まで、ザルツブルク州立劇場のオペラ監督も兼任した。1971年から1981年まで、南西ドイツ室内管弦楽団の指揮者を務めた後、コンキリウムムジェクムを組織した。1982年から1992年までは、母校であるウィーン国立音楽大学で教鞭をとっていた。 作曲活動は1947年から行っており、オーストリアのテレビ番組や演劇の付随音楽などを提供していたほか、器楽や宗教音楽なども手掛けていた。ポール・アングラー、アイ・ムジカント・ホグ・アルトン・シュラグ。2017年8月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年8月1日閲覧。コンポニストポール・アングラー90、ジャリーク・ゲシュトルベン。 2017年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月1日閲覧。ポール・アングラー・ミット90・ヤーレン・バーストーベン。2017年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月1日閲覧。ムジッカー・ポール・アングラー・ゲシュトルベン。2017年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年8月1日閲覧。コンポニスト・ウント・モデレーター・ポール・アングラー・ゲシュトルベン。2017年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月1日閲覧。オーストリアン・ビオリスト・コンダクターコンポーザー・ポール・アングラー・ハズダイド。2017年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月1日閲覧。 オステリッカー・コンポニスト・ウント・ムジカー・ポール・アングラー・ゲスト・ルベン。2017年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月1日閲覧。アングラー・ポール。2017年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月1日閲覧。ありがとうございます。